俺のやり方見せてやろう。役目を果たすわ。信長様、信行殿の兵が多勢、清津城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。待たざ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。進め、兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。壊してくれる。おいお前ら、槍の又座の恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。次はどいつだ。死ぬてえやつからかかってきやがれ。仕留めを果たすに受けてみなさい。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。確かこの辺りに草木に埋もれた入り口が。ほっ、あったあった。であるか。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。よ、受けてみなさい。怪しいやつ、出会え出会え。見つかったか。やべえな、黙らせるか。血のつながった者同士でいないようにさ、僕も同じようなの。わかったわ。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずとくであるか。崩れよう。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよう。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。敵の合流を許せば末盛城が危うくなる。何としてもこの席を死せよ。開門。マイナス。まさかあんなところから進軍してくるとは。信長様も思いのほかやりますな。そうでなくても困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。討ち死に。討ち死に。席を開ければ味方との合流がなるな。これで終わり。開門。俺がやる。
よし、対岸の味方と合流できそうだ。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。打ち死に。これで敵兵は浮き足立つだろう。打ち死に。この信長こそが天下無双よ。秀吉、このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。もう止められないの。開門。兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしでいきますよ、信長様。開門。撃ち死に。いける。打ち死に。壊してくれる。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。いけです。さすが兄上だ。私の負けです。信行、なぜこのような真似を。